おはようございます。さあさあお立ち会い、ファンから代表の生かした3人組 3B 連合が多くて早いな朝から早いな。本日ですね、新シーズン来たということで、あ、臨時ニュース来た。あ、もうフェス、グランドフェスの情報出たけど、ゲーム内で。ちょっと待って、今新シーズンがさ、今季新しくなるから、第一発目の動画でちょっとやっていこうかなと思ったんですけど、もうフェスの告知来たぞ。うえい！大切なのは、過去、現在、未来ということで、もう決まりましたか皆さん。過去、現在、未来。これね、グランドフィスでこのお題ってことは、俺の中では結構、スプラ4に繋がると思うんですよね。スプラ4のお題がどこになるのかっていう、続きなのか、過去なのか、未来なのか。続きは、でも未来と続きしたら、まあいいや。これはまたちょっと別の動画で話していきたいと思います。グランドフェスティバル。クリエイターに設置中の特別会場で72時間ということで、今回なんか72時間長いね。3日間あるんだって。しかも普通の平日の金曜日。あ、祝日だっけ？金曜から。あ、アホリちゃん来た。え、何？え、普通に流そうとしてたら来た。ご機嫌いかがですか？こんにちは、しょうがらずです。私たちは過去チームのサポーターとしてグランドフェスティバルを盛り上げていくからね。びっくりした。ラジオに侵入してきた。スプラ1のあのラジオの方から。二人まだずっとラジオ続けてたんだね。4人ってことは、うん、テンタクルズも来たぞ。おー、姫ちゃんと飯田ちゃん。私たちは現在チームを応援するから。このテンタクルズは現在チームですね。はい。現在ってどちらかというとさ、スリミ連合って感じするけど、スリミ連合未来なんですね。ちなみに未来のチームのサポーターはスリミ連合ということで、すげえ、すげえ、これ3組の戦いになりましたね。人数で言うと5、7、7、ごめん、7ですね。うわ、楽しみだな。ぶっちゃけ過去も現在も未来も全部大事だよね。もちろん。選ぶのは確かに大変だけど、まあ、あと個人と好きなね、このサポーターのね、キャラクターがいたらね、そちらに入れればいいかなって勝手に思ってるんですけど。ホタル、すごい、過去押してくるじゃん。変えられねえ過去にこだわったんでしょうかね、しびれるべきは今だろ。姫ちゃん毎回こういう男気発言してくれるのかっこいいよ。俺姫ちゃん好きなんですよ。でも、もちろん塩辛ずもね、飯田ちゃんも好きだし、今を最高に楽しんでる未来だって勝手についてくるっての。私もこうしてテンタクルズいられる今この時を大切にしたい。とてもいいこと言ってます。大人です。何を言っておる。明日のために頑張れるから楽しい今日がやってくるもんじゃん。前を向いていかなきゃ、ごめん、えいって言ってなかった。行きたいところでも行けないし、もうみんなさ、自分のチームをさ押してくるよね、やっぱり。いや、決められないんだな、まだ。俺まだ決められないんだよ。え、でもみんな、どう？決めました？決めた人よかったらコメント欄書いていただけると、どのチームが多いか、まあ、俺の視聴者だけでも把握できるので、ねえ、気になりますね。歩いてきた道のりは私たちのもの。うわぁ、決めかねえね。悩むな。あ、特別なギアだって。ゲームニュースからもらえるの、見てみようか。あいなくなって寂しくなってる。カメラ回ってますよ。また来た。ちょっと待って、新シーズンすぎる。何これ、グランドバンカラアリーナ、知らないぞこのステージ。え、何これ。ビッグビッグランで散々芝居というのまだ懲りておらんのか。今回狙われているのはグランドバンカラアリーナ。何それ、何それ。グランドフェスティバル用の特設ステージがあって、そこでってことか。え、じゃあ先にさ、見れるってことじゃない。グランドフェスの前に先に見れるってことじゃない。え、そうだよね。
ビッグダウンやっとけばグランドフェスの情報が先に見れるということだ。で、新シーズンがようやく開幕というニュースがここでやってまいりました。で、なんかキャッチャー防具つけてるけど、頭に。かわいい、一番かわいいよ。ああ、ありがとうございます。ああ、ここまでありがとうございます。なんか、すごい、ニュースだけでもすごい盛りだくさんだ。いつも飛ばす人でも多分見るんじゃないかな、これって。ってぐらいの中身のある内容でした。はあ、ビッグラブ荒巻砦が随時開催中で。ってことで、新シーズンやっていきたいと思うんですけども、ちょっとこれはこれでちょっと、記録より動画に残しとこうかな。